デビッシーの初期起動画面についてご説明いたします。まずですね、ドビッシーの日本語が喋れるように Windows 7 XP をご利用の方は、前の動画のスピーチ4ジャパニーズの導入の仕方についてご覧いただいてください。それが終わったとして、まあ、今回私が動かしているのは Windows 8 ですので、 Windows 8 の場合はそのようなソフトの必要なく OS でそもそも日本語が喋れます。ではまずダウンロードしたですね、ドビッシー MD を動かしてみます。そうするとですね、まずこういうのが出るんですね。セキュリティに影響を及ぼす可能性のある問題点が検出。まあこれは1回目はいいんですけれども、2回目3回目でも毎回聞いてきますので、ランタイムご利用の方はですね、前回ご説明しましたけれども、ホームページのリンクからですね、このね、ここです、ここのね、信頼できる場所として登録してください。まあこの画面ですね、これを見て、レジストリーを適切に登録してください。はい、まずドビッシーの MD を動かします。ところまあこれ出ますね。これでレジストリー。ドビッシーサーバーとのリンク切れです。初期設定画面からリンクを設定してください。はい、じゃあまずリンクを設定してみましょう。最初に大事なのがこのデータのサーバーのリンク、ここですね。ここでドビッシーサーバーを設定してあげればよいと。そうするとね、リンクのテーブル、まあ7つぐらいだったかと思うんですけど、その度にこのエラーが出ますけど、まあこれは開くでずっとしておいてください。リュービクジョルとリンク完了しました。はい、でリンク完了と。でリンクを完了したら、次は、まあ、このメディスデータを取り込みましょうね。メディスデータをですね、じゃあ、まあダウンロードしましょう。LHA 圧縮版ダウンロード、ね、プログラムを保存すると。でも、まあ、これ適当なところでいいんですけれども、まあ、今回ですね、置いてある薬剤あれかもう、ね、S なんか入れとこうか。でダウンロードすると、そして、HOT13 対応、これは右クリックで確かに保存だとですね、同じところに保存する。はい、そして最後がこの医薬品情報コード、これを 12.7MB、 あ、これごめんなさい、直接ダウンロードするといけないです。この名前をつけてリンク先を保存 でこれでこう保存してあげると。結構長いのでね、まあ長いといってももう今、光ファイバーの時代ですから、まあ、大したことはない。でこれで、まあ、準備ができましたよと。そうするとこのさっき出たこのメディスのですね、いっぱい出てくるんですけど、メディス2015-1031、まあ、ぐちゃぐちゃついてないものを、使います。これを先ほどダウンロードしたですね、ところに持っていっておきます。コピーしておきますね。だから今回何が必要かって3つのファイルですね。メディス2015-1031テキストと、メディス2015-1031HH テキストと A2015-1031 テキスト。これ3つを使います。だこれを、ね、読み込ませます。はい、メディスをですね、まず取り込みます。そうするとね、メディス、これでは2015-1031テキスト。これを読み込みます。はい、ここにねバーが出て、メディス取り込み完了しました。はい、という感じでね、一応言ってくれますのでね、安心感あるで、メディスの日付 HH テキストを読み取らせると、取り込み完了しました。はい、そして、最後に医薬品情報を取り込ませると、まあ、これが一番データとしては大きいんでしょうか。在包装単位、販売包装単位、現梱包装単位コードファイル取り込み完了しました。はい、そうするとですね、まあこれで一回ね、これちょっと一回閉じてね、でここで初期設定画面に行ってあげると、
こういうふうに設定が全部入ります。現在使用中ですよと。そして DBC のサーバー、データサーバーリンクはこうですよと。はい、次にですね、テクスト連携を決めておきましょう。まあ、QR 連携というのは、まあ、使ってる方おられないと思います。テクスト連携にして処方薬ですよと、これは。でそれでチェックレベルは薬コードか薬コードプラス名称ですから、まあ、基本的には、特殊な場合を除いて薬コードのみをお勧めします。テキスト連携ですね。でこれは先ほど作っていただいたですね、ドビッシー、あ、ドビッシーじゃない、ダイナミクスあるいはオルカの指示ディレクトリ、まあ、これはに照準を合わせると。でこれで OK を押すとですね、まあ、こういうふうに、テキスト連携も決まったと。あとですね、ここから、あ、ここですね。で、ここの設定引き継ぎ、ちょっと説明したかったかな。これは前回のバージョンから引き継ぐ場合、これをするとですね、この辺の今設定したパラメータ全部引き継いでくれますので、結構簡単にできるので、これもご利用ください。で、使用者名登録ね、ここにアルファベット、そして名前、まあ、フルネームがいいと思うんですけど、漢字で入れてください。で、確認者コードは、これは英数アルファベットを使ってくださいね。でまあ、私は小野、これ若村真由美の場合は WAK と、若村の WAK、まあ、若村でもいいんですけど、まあ、3文字もあればね、調整する人の名前は1位に決まるでしょう。でここで印刷っていうのを押すと、A4 のレポート用紙でバーコード作ってくれますから、でこれをねちょきちょきちょきって切って、名札の裏に貼ってあげてください。これで、初期は設定終了ですね。そしてここで初期画面に戻りますと、まあ、通常入力画面ですね。ここで確認していただきたいのは今日の日付が入っていると。でこれ処方チェックですよと。でテキスト連携ですよと。テキスト連携はこの場所ですよと。でここで、プリンターの設定はしてありませんよと。でこれ使用中ですよと。まあ、こういうことになっていれば特に問題はないということに。